Hello. Bien, Nai. Yeah. Có thể voy. What? Voy. Voy. Không. À, không. Yeah. Chỉ bây giờ. À, không. Bơi thì qua bên kia. Oh, yeah. Here, no. Ah, here, no. No swim. No swim. All season, no. No. Big wave. Because. Yeah. Bây giờ. Ở Nha Trang có lạnh không? Không. Không. À, nóng. Nóng? Yeah. Bây giờ nóng? Yeah. Ý? Bây giờ là mùa xuân, mùa đông mới lạnh. Hôm nay ですね、Nha Trang といえばドロ風呂にやってきました。Nha Trangにドロ風呂3つあるんですけど、1つは今臨時休業中で、私が今日行こうとしているのは、タンプン？タン…なんだっけ。じゃあ、バンのティッピーランね。バン、バンのティッピーランね。ノイティンビン、うん、トイホップティンビン。おー、いいね。チョントイクン、ホップティンビン。ニュン、ニュン、アイアイ、コンテ、ノイ。ウォークヒア。あ、ウォークヒア？歩くって、なんで？違う、ここで働いてる。あー、ランビエ。あー、コン、コン、ランビエ。あ、カロリー。トイディズーリ。ユーラ。ユーラ。ユーラ。あ、ジャパニーズミュージックになった。本当だ。あ、最初韓国になってたんだよね。あ、そうなんだ。韓国だと思ったのかな。ウォイ、ベトナム派？ジャパニー。ティエンビエ。あれ？日本語だ。あ、本当だ、ティエンニャッ、ティエンニャ、あ、日本語のベトナムマジックだねお客さんによって曲を変えてくれてる、ね、すごい、すごいいいドライバーさんです。はい、決まります。今日行くドロ風呂、こちらです。タンブンタッバー。早速受付に行ってみます。シンキャオ、オールレディーブック。はい、お願いします。 Thank you. You can right now. Yeah. わ、庭園になってる。 Yeah. はい。コレクティブマットバス、プライベートマットバス。なんか違う、分からん今回チケットは事前にネットで予約しました。言ってもここに来るタクシーに乗る直前に予約したんですけど、ネットから予約すると今とても安くって、1人35万ドンのところが28万5千ドンで、はい、買えました。あ、ここで着替えるのかな。今回こうってエヴァを、はい、はい、Thank you。Hi, baby。はい。本当にお風呂がいっぱいあります。すごい、はい。シャワー、Yeah。Yeah, okay. Get in. Yeah. Go. 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 Go.すごい、本当泥。でも意外とね、サラサラしてます。ここはそんなサラサラしてないってどっかで見たんですけど、意外とサラサラしてて、1歳の娘も入れます。どうですか？泥がいっぱい。すべすべになりましょう。あっけん。うん。あったかいね。あ、ケツが滑る。
目痛いよ。お目目痛い。はい、お顔どうぞ。厳しい。怒られてるみたい。来いよって言われないの。Yeah, 30 minutes. Yeah. And go that's really good. Ah, okay. Yeah. あったかい。やった。なんかちょっと落ち着いた感じするね。そうね。気持ちいい。気持ちいいね。気持ちいいね。なんかすべすべになった気がするね。結構移動があるから、ここ来る方はクールバッグとか、なんか一つにまとめれるバッグか、携帯の防水袋とかあった方がいいかもしれません。あと娘の目とか鼻からね、いっぱい泥が出てきます。いっぱい食べちゃったかな。今はシーズンオフなので、すごく空いてます。多分ハイシーズンはめちゃくちゃ並ぶと思う。2時間とか待っちゃうんだと思う。わあ、プールだ。子供用のプールもある。あったかい。やったじゃん。この時もあったかかった。温水プールでよかったです。あ、ここにもプールがある。めっちゃあったかい。あ、温泉みたい。ほんと温泉みたい。塩がすごい入ってるからか、なんかいつもより浮く気がします。しょっぱいの。うん、気持ちいい。ここでロッカーを借りることもできるみたい。食べてる。飲み会がなされてます。こっちは、あ、冷たい。ゾクゾクしたところがあります。あ、冷たい。コールドウォーター。コールド。今はちょっと寒いけどね、もっともっと暖かくなった時はすごい気持ちいいと思います。あ、こっち子供用の滑り台もある。わ、楽しそう。あ、これもまあまあ冷たい。でも入ったら慣れる程度の冷たさだから、よかった。冷水みたいに冷たかったらどうしようと思ってたので、よかったです。あ、これ浮き輪かと思ったらめっちゃタイヤ。わ、本当だ、泥だらけだ。園内の食堂でご飯をいただきますと思ったんですけど、ロッカーからお金を持ってきなさいと言われたので、ちょっとね、遠いから、しかも雨が降ってきてしまったので、寒いということで引き上げようと思います。メニューは結構何でもあります。サラダもあるし、ヌードル、お米、
あ、鍋もある。アメリカンな感じのものもあるし、飲み物もたくさんあります。街の価格よりはちょっと高い感じです。受付のお姉さんが裸足で全然行けるよって言ってたんですけど、めっちゃ痛いです絶対スリッパかサンダル持ってきてた方がいいです。というわけで泥風呂を体験しました。いろいろ面白かったです。なかなか泥風呂って日本じゃ体験できないと思うので、体験できてよかったし、その後温まれてプールも入れたし、まあ、設備的にはツッコミどころすごい多くってって感じだったんですけど、とても楽しめました。ということで、これからやちゃんを後にしたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ヘンガプラー。